反応を示さないというか思ったより冷静だなっていう感じだよね。次は王茶と異例です。王茶はアルニ村、アナザーサイド。一応ママちゃんの兄弟だっけか、上だか下だか忘れたけど、一応、まあ、コルチャとは一応親戚関係とかっていう感じだったもん。イレーネスを入れた状態で、この人だっけな、うん、追撃の調べ、まあ、異例ですね。魔力も高いし。魔法系の能力でもいいね。基本、やっぱこのゲーム、物理が強いからさ。どうしても。次は、蛇骨大佐。蛇骨大佐と、いいな。キスティーナから、ヒドラフレームも倒さないといけないな。スティーナはね、レベル5もレベル7もどっちもこういうエレメントを入手しないといけないんだよね。うん。笑いの影。先こっちから動いちまった。まあ、このゲーム基本的に剣士が強いんでね、魔剣士の証をつけられるっていうことで、黄色属性で言うと、蛇骨大佐よりも、攻撃力高いキャラクター確かいたと思うけど、まあ、黄色で剣使えるキャラクターっていうのが、蛇骨大佐くらいしかいなかったと思うから、黄色で物理キャラ欲しいってなった時は、蛇骨大佐が主力になるかな。まあ、エレメントとかね、魔法攻撃使うってならない限りは、あんまりその、点々属性気にすることはないとは思うけど。
うん。じゃあ骨断機。グリッド少な。ね、魔法いっぱい使うキャラクターでもないからね。で次はオルハ。よく似てる。姉妹連携。はい。よし。A 側に行きます。ザワールド。ここでヒドラフレームを倒そう。こっちじゃねえ気すんな。だよね。
そうね、こっち側ほぼほぼ入ってないもんな。あ、これ単体だ。いや、そいつ相当似合う。あんな細いなりし、あんなごっつい剣、逆に似合う。はいはい。とう。だよねー。強っ。ヒドラの影。あ、どうしても奥側に降りちゃうんだよね。で、テレシファー一歩ルチアナ、ルチアナ後で外すけど、そう、邪魔だ。はい。テストアメーバ。意外と魔力低いんだよね、ルチアナ。イシュト。フルショット。
石と強いんだけどさ、強いっていうか、まあ、使い勝手はいいんだけどさ、グリッドないんだよね。グリッドが少ないんだよね。うん。元気にしてる、きっと。この手紙を読んでるあなたはいくつくらいになってるのかしら。まさかもう素敵な女性に成長して幸せな家庭を築いているとか。いつかあなたが大きくなった時に直に話してあげるつもりでしたが、もしもの時のために今の私の気持ちを記してルチアナに託しておくことにします。もしかしたらもうあなたは知っているかもしれない。またそのために大きな歴史の流れの中に巻き込まれてしまっているかもしれない。かつて私たちは、私と仲間たちは、この星を救いたくて未来を改変してしまったの。星の外から来たラボスに食われて滅びようとしているこの星を救うためにね。私たちが時空を超え、歴史を変えたことには今も誇りを持ってるわ。でも、時々考えてしまうのよ。私たちに変えられたために、消えることになったかつての未来、存在することを許されなくなった時は、一体どこへ行ってしまったのだろうか。確かに歴史を改変したことによって、多くの命が救われ、多くの悲しみ、苦痛がこの世に生まれ落ちるのを回避することができたはず。でもその裏で、本来生まれてくるはずだった命、生きるはずだった生命も奪われてしまったのもまた事実。だからひょっとしたら、いつか未来から失われた時の復讐者がやってきて、私は仲間たちを捕まえるんじゃないか。ずっとそうした疑いを抱いていたわ。どこか心の片隅でね。たとえこの先私の身に何が起こっても、悲しまないでね、きっと。すべては、起こるべくして起こるなどだろうし、私には受け入れる覚悟はできているから。だけど無論、かといってこのルッカ様が、そいつを黙っておとなしく受け入れるだなんて、思ってもらっちゃ困るけどね。どんな運命がこの先の曲がり方で私たちを待ち受けているにしても、そいつはかなり手強い反撃に出会うことを覚悟しておいた方が身のためね。きっとあなたのことを考えると、私は遠い遠い昔に出会ったある人のことを思い出すわ。この時代のあなたとはまるで正反対のような物静かで優しい人だったけれど、いつかその人のことも話してあげる。あなたが自分の本当の名前を受け入れる準備ができた時にね。あなたのことは心配してないわ、きっと。いずれきっと彼があなたを見つけてくれるはずだから。それとも、もうそこにいるのかしら、ジャッキー。もしそうならお願いね、私の妹。もっともっと話しておきたいことは山ほどあるのだけど、それはまた別の機会にしましょう。大丈夫、心配しないで。私たちはくぐり抜けられるわ、きっとね。いずれ大きく成長したあなたを相手に、のんびりお茶でも飲みながら語り明かすことにしましょう。その時が来るのが楽しみだわ。それじゃあきっとまたね。いつまでもずっとずっとあなたの友である、ルッカ・アシュティア。もう少し格好に気をつけなさい。素敵な女の子になるわよ、あなたは。間違いないわ、この私が保証するんだから。うん。うん。いや、ルッカねー。まあね、まさに確かにこのエルニドはその時の復讐に合っているようなもんだからね。こっちってなんだっけ。まあいいか、なんか後でするところだと思うんだけど、とりあえずいいや。カブオと大量種フィオ。マジック。これでいこう。よし、次。
次は、竜の子、星の子。溺れ谷。この骨はそういうことだったわけですね。クラゲ界。ここかな？メテオザッパー。よしよし。で、ソアかな。あ、こっちからはめんどくさい。やればよかったな。こっちはねえや。パワーボム。よっしゃーと、これで多分全員の固有エレメント、揃えられたかなと思います。アルフのグリッド、クセ強えな。ないやつないよな。ジャネスやってなかった。
この辺もやったもんな。あ、ギャダラン、ギャダラン。あと2人だった。